鹿児島市立流水小学校は、かつて、鹿児島県鹿児島市吉野町流河水にあった、市立小学校。同校は、鹿児島市の北部、吉野町の流河水地域に位置し、吉野大地の崖下、アイラカルデラ壁のわずかな土地に、海岸上に建っていた。校区は、沿岸部の花僧から平松までの海岸地域と、吉野大地の上野原地域が対象。上野原地域の児童は、 毎日林道を歩いて通学していた。創立から77年目の1970年3月31日、児童数の減少により平行。花草から平松までの海岸地域は、清水小学校区、上野原地域は、吉野小学校区へそれぞれ分割統合された。現在、小学校の跡地は1993年5月の平成5年8月豪雨など、 たびたび発生した土砂崩れで損壊したことに加え、懸念で草木が至るところに生い茂っているため、ほとんど当時の様子を止めているものはない。現存するのは、平行時に混流された石碑や、校門、通学路跡、それに一部の体育用具など、ごくわずかである。なお、当時の様子は、国土地理院の地図、空中写真閲覧サービスで確認することができる。 2016年3月24日の MBC アーカイブス昭和のふるさとにおいて最後の卒業式の様子が放送された。ありがとうございます。